やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアクショクにことマジアジョギニハマーです。現在2023年8月12日土曜午前1時53分ですね。はい、先ほど悠々しきの1話ですね、見て、そして今ですね、彼女をお借りします3期、6話、30話ですね、録画中です。で、録画中、多分 B パートこの辺までじゃいったろうなっていうところらへんで、ちょっと再生しながら、追っかけ再生しながらチャプター編集しました。画面はもちろん見ないようにね。ということで、今から見ていきたいと思います。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってきますんで、申し訳ないんですけども、我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴していただいた後にリアクションを確認していただけたらと思いますんで、お願いします。いきましょう。3、2、1、スタート。さあ、前回千鶴は何を言おうとしたのね。シドロモドロになったけど、今自分がシドロモドロになりましたけどね。綺麗ね。景色ごめん、マジ何だったんだ。スミちゃんみてえだったぞ。プンプンプン。幸せの意志。筆頭部屋、あ、ミニがやったやな。ああ。やったな。やったな。そう、鉄は熱いうちに打てするでもね。僕たちはめられたんです。1万8000。監督、不幸届け、あ、冬季届け、いいわよって言うんじゃない？そうやね、2回前もあったもんね。おお、あったなこれ。あのおばあちゃん、え、確かさゆりと、え、さゆりばあちゃんとなごみばあちゃんにはめられた時はね、あれって。赤の狩りおもろいわマジ。ちょっとまたあのあれ、コミックね、もう全巻凍ってるんで、31巻までちょっとまだ前々話のとこまでしか見てないんでね。まあ、前回のキベが名言やったね。俺はなんか苦労してでも、え、ちゃわ、大金はたいてでも勝った苦労よりも、あ、ちゃ、え、ちゃ、たい、え、大金はたいて買った時計よりも100均でうんこを買った話の方が聞きてんだ、人生で成功、一度も奇跡を起こさなかったやつはいないみたいなことを言うた。あれめっちゃいい言葉だったな思ってね。さあ、ほんでずっと出てきたね、あのマミが一体どこで何してんのかがちょっと気になるな。全くマミできてないもんね今。え、3期入ってマミ出てきたんて、あそこやな、栗林とキベが喋ってんのなんか睨んでたぐらいかな。ラストシーンと彼女、
はい、今録画停止中。余計なことしないでって。いいね、なんかこの片目つぶって喋るのな多いな。マダラ王ってどこやろ。本物あるとこかなこれ。そうそう。でんぐり返したくなるよね。あ、夜中か。どうも。浴衣。楽しむのよ、いつでも。綺麗な星空やな。うん？ああ、言いたかったことか、あの時。いや、告白ではなかろう。ありがとうを伝えるのかな。
泣いてるな。そらそやな。かわいい。ああ、諦めない。必ず道はある。よし。はい、じゃあビバといきます。3、2、1スタート。いやー、それエヴァとジーンときたね。露天風呂に移動したポッケー。ブクブク寂しすぎる。そっか、おじいの話はしてなかったんか。うん？チャプチャプモンモンモン。むく。あ、ルーで薄に映したってほしいな、これ。もう寝てんちゃう。完全なる一人相撲。どこか寂しげ。起きてる。
確実にカズヤを意識しとるよね、これ。ミサトの一夜が体感1分。恋人旅行。否定はせえへんかったな。飯山駅。おめでたいやつだぜ。むやみな会話。申し訳ない。よおおお寝た。これはたまらんやつやな。我慢。バレてない。まだ夢見心地。ああ、景色はピンク色に見える。おお、なんで泣いてる。あれ
ビッチこのビッチもうしてない。8月26日の誕生日なんや。なんでも。あ、終わり？ここで。ああ、はは、終わった。おもろい。めっちゃおもろい。あ、そっか、おじいちゃん、中尾流星さんか。フリーザーや。C パートはないな。よし。よし。はい、ということで、まあ今回ね、その、撮影旅行ね、2人に、なってもうたということでね、八重森ミニの策略により、まあ、素晴らしいね、ミニちゃんやってくれるね。しかも部屋が一部屋やと、もう一個取ろうと1万8000円かかると、なかなかな素晴らしいチョイスをしたね。これが1泊8000円ぐらいやったら、ああじゃあもう一泊もう一部屋出てなったんやろうけどね。まあせやけど、あれいつやったっけか、会期祝いやったかな、ちょっとそこ詳しく忘れましたけどもね、一期やったな、あれ、確かさゆりばあちゃんとなごみばあちゃんがたまたまを装って2人に同じ部屋用意してたんだな、あれ。あの時も和也が廊下で寝ようかって言ったけど、もういいじゃないの、部屋でいいじゃないのって確か呼び止めたのね。距離は離したものので、確か寝てる間になんか和也が何か言ったよね、確か。ちょっと忘れたけども、うん、まあまあそれがあったからね、まあ初めてじゃないからというセリフをかましてくれたと。でロケハンニーキーの、まあ満天の夜空の下で、まあ、告白なわけないと思ったけど、おじいちゃんの、ことはそうか話してなかったかまあ何夢をなんて、頑張ってたら支えてくれる人が、支えてくれるものが現れるって言うたかな、おじいちゃんが。まあ完全に、地図の中ではそれがもう和也であると、もうこれ和也泣くやろな思ったけど、思った以上ないだな思った以上泣いてた。ちょっとジーンとしましたね、うん。そしてまあ千鶴はあれはたぬき寝入りしてたわけか、
で、和也は速攻で寝てもうたと。ゆえに体感が1分ね。なんで私が寝られへんのよというね、あれはもう完全に意識してるとしか思われへんね、和也のこと。まあ、ほんで、まあ、帰りのバスでも、まあ、まあルカちゃんはどないやねんということを聞いたのは、果たしてどっちなんやろな。うまくいってたら言ってたで嫉妬してまうかどうかを確かめたかったという意図もあるような気がするけどな。ないか。でね、和也にもたれかかって寝てもうたけども、あれトイレに行ったのは動揺を隠したかったんかな。まあルカちゃん出てきたからってのもあるけど、あの前回もね、電車 の新幹線の中でトイレ行くわ言うて、あのトイレの中でめちゃめちゃ動揺を隠してたからね。基本的に千鶴は動揺を隠す時にはトイレに行く傾向があるんやろか。まあそしてルカちゃんが8月26日誕生日だね。これ覚えとかなあかんな。あと14日後か、2週間後や。うん。に、言うことを一つ聞いてってことやね。何を指すんかな。そして今回一瞬名前とね、顔だけ出てきたマミーは一体何を企んでいるのか。これがちょっとね、気になるところやね。うん、もうあの、もたれたほっぺたをこうやりながらもう意識してる千鶴、たまらんね。ただ、僕はルカ推しです。さあ、まあ果たしてルカちゃんがね、何を、まあ、刺そうと思ってるのか、楽しみやわ。とにかく、カノカリ今大好きです。はい、以上、カノカリ3期6話でした。30話ですね。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介1分で読んで聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年半仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとかやりくりしております。はい、まあそんな僕の本業を知っていただきたいので、ぜひとも、説明文に URL 貼ってますんで、本業のチャンネル見てやってください。できたらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、そしてこの、深田恭子さんと出てるこの CM の URL も貼ってますんで、何卒ですね、チェックしてみてください。はい、そしてアニメのリアクション、その他諸々、今日で1234日やってます。ただこちらは2009年の4月から使ってるチャンネルです。ゆえに再生リストめちゃくちゃあります。あ、これもリアクションしてるやんっていうのはあるかもしれません。ただ、2021年の8月19日より以前の、2000本以上の、リアクション動画自らに出て削除させられてますんで、リストはあるものの中身がないもの多数存在します。誠に申し訳ございません。はい、そんな、悲劇を乗り越えてね、活動してますんで、何卒応援のほどよろしくお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジダイ容疑人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。